あ、どうもです。今日も一番星テレビにアクセスいただきありがとうございます。この動画ではトラック YouTuber であるこの私が大型トラックを運転しながら大型トラックにまつわる仕事の話や運転の仕方などまあざっくばらんに話す動画となっております。まあ現在トラック野郎もしくは今からトラックドライバーになりたい方に参考になればなと思っております。で今日はですねこの交差点の曲がり方について少しやっていきたいかなと思います。今ちょうど信号変わりましたので、で大型の場合には後ろまで長いので十分に左の巻き込み確認をしながら曲がるということです。まだただ単にね、単純なことですけれども、大型トラックは、まあ全長は非常に長いので、11メーター、12メーターぐらいあるのかな。なので、特にですね、後輪だとか、まあ、左のサイドバンパーなどに人間が当たるだとか、二輪車が当たるだとか、そういったことにならないように十分左側をですね、歩行者など気をつけていかれたらなと思っております。はい、それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。